こんにちは、実況めがみです。今日はパズドラのアップデートしたところ、一度きり超お得セットガチャというのが480円で買えますとあって、それを早速買いました。購入するとメールに運営の方からメールが届いていて、このメールになります。ここから回すことができるみたいです。本当に一度きりなので、ちょっとね、何が当たるかまた楽しみなんですけれども、昨日はモンストで割といいものが当たったので、今日もいい運が来てるといいな。では早速回していきたいと思います。それでね、はい、何かな、誰だろう、ミカエルとかに似てる顔が、リュエル、こちらも天使だって。リュエルの評価と使い道、リーダー評価点 6.5 点、サブ評価点 7.5 点っていうことなので、そんなに強いキャラじゃないみたいです。残念。それでは気を取り直して、クローズコラボでちょっと遊んでいきたいと思います。次は上級でやっていきたいと思います。パズルはまだまだ練習中なんですが、とりあえず3色とかくらいは揃えられるようにっていうことで、ちょっと練習してやっていきます。今4個揃ったかな。はい、上級だから割と敵弱いな。まずはまあパズルの本当練習だと思ってやっています。あ、ミニオン たまたま落ちてきたので揃いました。で、1個上のでも良かったかもな。こう揃った。紫もさっき揃えられたかな。ボスです。音楽がなんかいい感じ。一気にいけるかな。倒せた。よし、終わっちゃいました。ちょっと歌に夢中になっちゃったね。では次回もお楽しみに。実況めがみでした。